松沢一角、松沢一角、松沢一角、1900年9月7日から1965年1月10日は、日本の競泳選手、指導者、元東京都教育委員会委員長、後に、東京式と呼ばれることとなる1964年、東京オリンピックの閉会式の演出を手掛けた人物でもある。東京府東京市京橋区生まれ、 東京私立大名小学校、東京府立第一中学校、第一高等学校を経て、1927年、昭和2年に東京帝国大学理学部科学科を卒業した。この学歴系統は日本英法の神電流を継承しており、松沢も神電流を習得し、水泳選手として鳴らした。1921年、大正10年、 第5回極東選手権競技大会、上海440ヤード自由形で優勝。1923年、大正12年の第6回極東選手権競技大会、大阪では日本水泳チームの首相として臨んだ。1932年ロサンゼルスオリンピック、1936年ベルリンオリンピック、日本代表水泳監督を務めた後、1940年、 東京オリンピックの開催に尽力するが、日中戦争の激化に伴い、日本はオリンピックを返上し、実現されなかった。1941年、昭和16年には大日本体育協会事務局長に就任し、1943年、昭和18年まで務めた。松沢が局長に就任した1941年。 昭和16年は大規模な競技会の中止が申し渡された年であり、退任した1943年、昭和18年はあらゆる大会が原則禁止された年であった。松沢は官僚とスポーツをめぐって議論を戦わせ、スポーツの理念を解き続けたが、大会中止の流れを止めることはできず、ついには国に抵抗して密かに記録会を開催した。この記録会は、 東日本記録会と題して、東京市大地区の名主水泳場、現在の東京都北区の名主の滝公園に存在した25メートルプールにて1941年9月に実施され、この大会には1936年ベルリンオリンピックに100メートル背泳ぎで出場した小島康彦らが出場し、小島はオリンピックでマークした自己ベストを1秒以上更新した。 1943年、昭和18年、7万人の学生が学徒出陣に招集され、10月21日に明治神宮外苑競技場で挙行された出陣学徒総公会の模様を松沢は神宮競技場で見守っていた。最終的に松沢は14人の教え子を戦争で失った。戦後も水泳日本の再建に尽力し、 日本水泳連盟の養殖を務め、日本水連シンクロ普及部長を務めていた。娘の松沢洋子は日本におけるアーティスティックスイミング、シンクロ草分け的存在としても知られる。1964年東京オリンピック大会組織委員会参事などに就任した。一方、大阪ゴム取締役や東京切り抜き通信社、父の死を受けて、 小学生にして継承した社長を務めていた。戦後の東京都教育委員長に高選制にて最高点で当選するなど3期務めたが、知事による任命制とする法案の成立に反対し、その後辞職した。一期目となる選挙では、古橋弘之進と橋詰志郎が応援演説を行い、当時人気絶頂だった二人を見ようと黒山の人だかりができたという。 1965年1月10日、脳卒中のために成去。没後に、聖護位と、君三東髄法省を、追の部追蔵された。1月13日に、オリンピック組織委員会、日本体育協会、日本水泳連盟合同の葬儀が、青山葬儀所で入れ、高石勝夫水泳連盟会長が長寿を読んだ。参列者は、 スポーツ界のみならず、政界や教育界の関係者も多く、2000人に、上った。水泳関係者の間では、各さんの愛称で親しまれていた。名優、伝波多政治からは、松沢と呼び捨てにされており、松沢も、田畑と呼び捨てにしていた。田畑から松沢への追悼文では、松沢君と書いている。田畑は、後に、高石勝雄から反発された際、 松沢と仲良くしすぎたことが高い種の反発の原因ではないかと考えたほどに田畑と松沢は強い友情で結ばれていた。白式であったことから古橋博之進や橋詰次郎から慕われ、二人は松沢の東京都教育委員選挙の応援演説に派生参じた。応援演説には田畑が二人を派遣したという説もあるが、二人が 松沢を慕っていたのは事実である。教育委員長としては、朝鮮学校を公認せよという圧力に屈することなく、との方針である非公認を貫いた。田畑は、一見恩和に見えるが真は強いんだと松沢を表し、共に持ったことを誇りとしていた。東京都内の地理に明るく、運転手が知らない、細い道まで熟知していた。貴重面な性格で、 毎日分厚い手帳を持ち歩き、国名に記帳した。この手帳にはびっしりと選手の記録が書き込まれていた。酒好きであり、黙々と楽しそうにビールを飲む姿が、水泳関係者に深い印象を与えていた。宴会では、酒が残っている限り、名残惜しさに延々と居座り続け、漢字の解散宣言が出るまで宴席に残る、ビリ組の常連であり、対象格であった。 1950年、昭和25年の夏の日米対抗水上大会のために来日したロバート・キッパス監督の歓迎会、田川では泥酔して河原に転落し、機体途方を負傷したが、本人は例によって例の通りでと語っており、よくあることだった。東京オリンピックの時期には血圧を気にして断酒していたが、1964年、 昭和39年12月18日の忘年会では、ハイペースで酒を乾かす姿を、田畑が目撃しており、主号ぶりが復活したかに見えたという。しかしその後の年明けに、松沢は死去し、一高時代からの友人であった、与佐野州、東京オリンピック組織委員会事務総長は、オリンピックの振動式を早めたのではないかとの見方を示した。 松沢和明治神宮競技大会で式典の演出を担当し、その巧みさから式典の神様の異名を持っていた。この実績から1958年アジア競技大会東京で開催で式典部長を務め、光を使った演出で別れの雰囲気を創出し、国際オリンピック委員会委員、IOC 委員を驚かせ、1960年、 ローマオリンピックの閉会式は、松沢の演出法を模倣したものとなった。アジア大会閉会式の成功の裏では、中華民国の国旗を上下逆さまに形容するという痛恨のミスを犯し、松沢は日本体育協会の養殖を降りる決意を固めるが、娘の洋子に戦死した教え子が東京オリンピックを待っていると悟され、1964年、 東京オリンピックの式典演出という要職を引き受けた。松沢はまず、ユーラシア大陸横断聖火リレーを提案したが、国際情勢からこれは実現できなかった。開会式は厳粛かつ整然と行われて、各国の評価は良かったものの、松沢にとっては、学徒出陣の光景を想起させるものだった。閉会式で、 サプライズ演出を目指していた松沢は、成功の鍵は一人でも多くの選手に閉会式まで残ってもらうことだと考え、選手村での男女の往来を一部解禁したり、大会中に独立を果たしたザンビアを祝うパーティーを開いたりして、選手を喜ばせた。こうして、準備を整えた松沢は、男子マラソン勝者のアベベビキラに続いて、選手が国も性別も超えて、 一段となって入場するという演出を行い、後にこれは東京式と呼ばれるようになった。成功理に終わった閉会式からわずか2ヶ月半後、松沢はこの世を去った。神電流の泳ぎ手であり、その泳ぎぶりは水面を滑るようでいて、なおかつ水を制するような力強い泳ぎであったという。1919年、大正10年、東大水泳部の主催による、 全国水泳大会、静岡、戸田の1500メートル自由形で、傾き手の松沢、コーとクロールの高石勝つ茨城中が対決した。結果、煽り足の松沢がうまく、水を捉えて勝利したが、当日は波が高く、高石は、クロールのバタ足が空回りして、威力を発揮することができなかった。もしこれが清水であったなら、クロールの高石が勝っていただろうと、 松沢は考え、この試合を観戦していた田畑政治、東大も同じ意見であった。この日本英法とクロールをめぐる意見交換が、松沢と田畑の初めての会話であり、以後生涯の親友となった。これ以降、松沢は本格的にクロールに転向し、日本水泳界もクロールに移行していったが、日本英法がクロールに勝ったという優秀の美は、 日本栄法にノスタルジアを感じる人々にとって忘れがたい思い出となった。松沢は大学に進学すれば好きな泳ぎがのんびりとできなくなると考え、わざと一校で留年を繰り返したという。この間、松沢は欧米の水泳専門書を取り寄せ、水泳理論と実際を研究していた。東大在学中はクロールに熱中した。 現役引退後も日本英法の研究を続け、国民体育大会で地方に行く機会があると、数日を日本英法の研究にあて、簡単には映画体資料を入手するほど熱心であった。1964年、昭和39年には、来年の日本英法の大会には出場すると、語ったが、死去したため叶なわなかった。松沢は1932年、ロサンゼルス。 1936年、ベルリンと連続でオリンピック日本代表の水泳監督を務め、数多くのメダルをもたらした。ロサンゼルスオリンピックでは、総監督の田畑は、監督と選手が信頼関係を築けなければ、監督がただのお飾りになってしまうと考え、早期の監督決定にこだわった。当初、小野田和夫、1924年、 ハリオ,オリンピック水泳首相を監督に据えようとしたが、小野田はすでに南満州鉄道に就職していたため、故事し、ならば松沢しかいないと考え、松沢が監督に就任することとなった。こうして、田畑が面倒な交渉時、選手候補や合宿日程の決定を担当し、松沢が選手と信頼関係を築き、水泳指導に専念するという分担が成立した。 東大医学部出身の松沢監督は、東大医学部の協力を仰ぎ、数字で物事を捉える、新しいトレーニング法を導入した。これは、科学的トレーニングの先駆的な取り組みであり、特に、デンマーク体操を基本とした柔軟体操を重視し、松沢は、柔軟体操が、ロサンゼルスの勝因であるとした。1964年東京オリンピックの頃にはが、もてはやされたが、 松沢は、サーキットトレーニングという名前を使っていなかっただけで、自分は、ロサンゼルスオリンピックの頃からやっていたと主張した。主張の真偽はともかく、松沢のトレーニング法が、先進的であったことは確かである。斬新すぎて、古参の選手から、苦情や悲鳴が上がったというが、松沢は争わずして納得させた。練習メニューはハードであり、理学部出身らしく、 物理的な説明や工夫に優れていた。水泳理論に行く過去とある選手が多い中で、松沢は選手と大いに議論し、上から自説を押し付けるようなことはしなかった。とはいえ、自説を曲げたことはほとんどなく、クロールに対する考え方は修正変わらなかった。松沢は選手づくりは人づくりという考え方の持ち主であったことから、 水泳の技術的な指導のみならず、初めて日本を出て戦う選手が多いことに配慮して、洋式トイレの使い方や、食事のマナーの指導も行った。選手の不安を取り除くために、集団で食堂に行かせたり、日本からアメリカに渡る船の上での生活や、選手村での生活にゆとりを持たせりするなど、選手の心理面の管理も重視した。ゆとりある生活には、練習を休みにして、 飛行機で一泊二日の旅行に連れて行くというものもあった。一度、水泳のことを忘れて、遊園地などで遊ばせることが特策であると、松沢は考えたのであった。続く、ベルリンオリンピックでも水泳日本選手団は四つの金メダルを獲得したが、ロサンゼルスオリンピックと比べると成績は、ガタ落ちであった。その原因は、シベリア鉄道の長旅から解放された選手が、 プールで張り切って世界新記録を叩き出すなど好調だったため、松沢が選手を自由に泳がせたことだと考え、松沢は一生の不覚と語った。またロサンゼルスオリンピックと同様、旅行に連れて行く計画を立てていたにもかかわらず、これを実行することができなかった。選手が自由に泳ぎ、疲労が蓄積した段階で、オリンピック本番を迎えたため、 十分な実力を発揮できなかったと松沢は考えたのであった。この結果を田畑は非常に悔しがったが、決して松沢を責めることはせず、自分に責任があるという立場を取った。ベルリンオリンピック後は1940年東京オリンピックへの出場を目指す大学生の指導に当たったが、東京オリンピックは中止となり、オリンピックに選手を送ることはできなかった。 中学生から社会人まで様々な大会で自ら笛を吹き審判長として活躍した。競泳競技が一段落し、水球や飛込み競技に移ると、他の競泳の役員が控室に移動する中で、松沢は感染を続け、飛べ込みの点数を大会プログラムに書き込んでいったという。ある大会では豪雨に見舞われ、裸足にレインコートといういで立ちで審判を務め上げた。 審判中は常ににこやかであったが、大会続きで疲労した審判に向かってダラダラするなと、喝を入れたことがある。また初心者には、ストップウォッチの使い方から根節丁寧に教えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。